はい、皆さんこんにちは、マネリグルビジです。では今回は信長の野望大使パープキット上杉家前田家中物語続きやっていきましょう。ですね、ここまで徳川家康、徳川家と海戦と和睦を繰り返しながら徐々にと、勢力を拡大してきたんですが、もういよいよね、ほぼすべてを家康と徳川家と両国を接するという状況になり、今全面戦争中というところになります。でまずは、徳川に組みする強国福島、この二つの家をね、さらに潰していきたいなということで作戦を行っているんですが、ここに徳川本家が、上杉との和睦停戦明けで参戦してきたという状況です。では続きをプレイしていきましょう。まずは交渉、まだ家康とできる、ありがたや、講和しよう、すぐにでも講和、もう困ったらすぐ講和するっていうのがね、この上杉家前田慶次物語の進め方なんですね。まあ、実際にはあの上杉家も、もちろん前田慶次もそんな人ではなく豪のものだったと、豪の集団だったと思うんですけども、ここではねクリアのために、徳川とは和睦と停戦を繰り返しながら進めていきましょう。で、まず影勝の本体は強国の、最後の城になるのかな、ここを攻めていきましょう。で、一応ですね、福島徳川連合軍が迫ってきているので、これに対してもね迎撃を行っていきます。スケーモンが今飯田城を攻めてるな。これにその影勝が御詰めで援軍に行く意味はあまりないので、ちょっと場所を変えましょう。先月の収支です。十分に軍備を整える金はあるな。ご命令を。まずはでは取引で鉄砲取引を行いましょう。7000丁軍馬10000匹、かしこまりました。こんだけ買おう、これだけあれば十分だろう。あとは裏切りが怖いので恩賞を与えておきます。忠誠度が低い人、かたじけない。さて感情は27あるので、必要な時にまた使っていきましょう。でだ、肝心の軍勢をどこにどう出していくかなんですが、かしこまった。もうお金もね、湯水のごとく使っていかなきゃいけないので、じゃかじゃか使っていきましょう。で我々は今どうするべきかというところなんだけど、まず影勝の軍はこの後家康と和睦することを前提に名古屋城まで進みたい。進めないか。どうやって進むかだな。正則に宣戦布告をしてしまって、正則のいる名古屋城を攻略しましょう。正則の軍勢決して多くはないと思うので、これを機に一気に踏み潰そう。助立ちいたす。それであれば影勝の15000が生きてくる。行くぞ。出陣するぞ。さあこれで様子を見ましょう。鳥峰城に家康福島正則連合軍が来るので、これをまずね打ち負かさなきゃいけないんですが、これはきつそうだよね。いわきがいつの間にか滅ぼされていた。マジか。よくやってくれる。軍馬譲渡全然 OK よ。譲渡するよ。で岩木家が飲み込まれていたというのは大誤算ですが、もう完全に見てなかったからね、大誤算ですが、その間に我々はまず福島京極、あとは堀尾、さらに山内と潰していこう。停戦中にね、まず最上軍、これを犬山城へ
出す。誰に続け。さらに軍出せるかな、ちょっと確認しましょう。まずは堀尾だな。堀尾義治の今は嫡男忠治が継いでますね。まあ、家康との停戦があるうちはいかようにも潰しようがある。家康が参戦してさえ来なければどんどん潰せますね。どっかの説明欄、動画の説明欄にも書いたと思うんですけど、家康と同盟結んでいる国は家康と和睦した時にはもう交戦できないとかっていう規定を作らないと、このパターンで家康と和睦をしては家康に組みする大名を潰していくっていうね、この戦法が効くので結構やりやすいですね。では兵を集めていきます。ちょっと待ってね、今だとどうなってる？最上義明率いる軍2万7000が犬山城に向かってるよね。で、助右衛門は飯田城を今、攻撃中。で、景勝は名古屋城へ向かっている。なので、それ以外の部隊で堀尾義治の嫡男、どうしても堀尾義治って言っちゃいますけど、忠治のいる。犬山城を攻略していきたいよね。犬井城ですね。犬井城、浜松城、ごめんなさい。していかなきゃいけないので、舞台を、ちょっと、どっから連れてくるか考えもんだな。まずはじゃあ浜松になるのか？軍勢4万9000に対して敵も4万9000。マジか。すごい数の戦いになるな。これは望むところではない。こうすると、487になるの？軍勢の数が。いやー、ちょっとこれも望むところじゃないな。ちょっと時間かかってもいいから遠くから多くの軍勢を呼び寄せよう。とにかく今軍勢の数が欲しい。100を超えるのはさすがにないでしょう。高岡城から1400いる？一応出す。53日、73日。2ヶ月、3ヶ月先だな。まあしょうがないね。ここは家康との決戦にも備えておきましょう。まあ、米が持つかどうかだな、あとはじゃあ。福島正則など、ひとひねりだ。死力を尽くした甲斐が。最上義明の前には福島正則など相手にならんということで一周しましたね。さあ犬山城の攻略戦です。自動布陣で一回見ましょう。包囲で52日か、結構時間かかるな。犬山城でこれだと名古屋城だともっとかかりそうだね。今でこそ名古屋城ね、でかい城になってますけど、この当時の名古屋城ってどうなんでしょうね。ではまた大名と軍事を中心にやっていきましょう。景勝光ってくれた。では入れられそうなものあれば入れていく。舞台復帰速度を上げていく。逃げ団長入れましょう。あとはお金が欲しいのでお金系ですね。こんなところですかね。では時間を進めましょう。真田信政、じゃあちょっと彼も抱きかかえていきますか。
召し抱えます。ここは兵糧をちょっとでも購入しておく。なんといってももう東北の奥地から10万という軍勢を呼び寄せているので、相馬と徳川か。これ相馬につくよ。助太刀する。かたじけない。6ヶ月ほど兵を貸してくれないかと。全然貸すよ。見返りなどいらん。かたじけない。さあ、名古屋城の攻撃戦ですね。包囲で66か。いや、やっぱり、名古屋城でかい。まあ、それはそれとして気になる、最上よ、最上。うん、最上じゃない。相馬よ、相馬。相馬が破れるようなことがあると、きついからな。13,900 が集結中か。これでさ、守れるのが小松城。ちょっと、心配なので、小松城に、兵を出してあげよう。2万の軍勢を出す。皆さん続いてください。お、飯田城は取ったね。スケーモンが攻撃してくれた。捕獲した武将は全員登用する。で、スケーモンは続いて参ります。南下して浜松城を狙う。後に続け。お、福島から交渉か。鉄砲18,000か。いや、これは拒否だな。正則の軍略は欲しい。武力は欲しいので、ここは正則を飲み込む。あくまでも。報告いたします。ちょっと話全然変わってしまうんですけども、しばらくというか、3ヶ月、4ヶ月、タイに遊びに行ってなくて、多分こんなことで、ここ、5、6年、10年近くの間で初めてなんじゃないかなと思うんですよね。半年近く、タイに遊びに行っていないっていうのが、まあ、タイに遊びに行きたくてうずうずしちゃってるんですけど、ちょっとね、行く予定が、今のところゴールデンウィークまでないので、我慢のしどころなんですけど、ゴールデンウィークもね、めちゃくちゃ上がってますし、今の時期、春休みの時期なんで、そもそも航空券全体が高いんですよね。休みも取りづらいというのももちろんあるんですが。お、相馬が決戦に勝利したか。よくやった。これはでかい。ということは、集めていた兵を解除する。騎乗だ。いやー、よく相馬勝ったね。もちろんね、我々の方から軍勢を出したというのもあると思うんですけど、正直相馬が家康に勝つとは思わなかったな。これは、朗報だ。今のうちに、より家康領、あるいはその家康に組みする諸大名を潰していきましょう。さて、まずは自動布陣で見ると159日はないだろう。となると72日だな。攻め口はいずれも B 攻略なんだね。犬山城は取った。 OK だ。こちらになびかないものは処刑する。無念。そしたら、犬以上を破った部隊を使っていきましょう。義明、2万。これも使えるぞ。
これで山内の掛川駿府を狙いましょう。では早速宣戦布告。これで山内も潰せばいよいよ家康と並び立つ勢力になると。狂わせてもらおう。助立ちいたす。助立ちいたす。早速軍を出します。というか、まあ義明の軍をねそのまま出していきましょう。いざ参ろう。これで東海道をほぼほぼ抑えることができるので、まずは掛川城に軍2万を出します。さだつなが死亡。で、まあ、海外旅行の話をしておくと、4月13、14、1泊2日と弾丸なんですけど、上海に奥さんと行ってきますと。で、これもね、結構航空券が高くて、まあ、幸い、マイルが溜まっていたっていうのと、マイルがそもそも使える航空券が空いていたっていうね、両方の幸運があって、マイルで。ご命令を。上海には遊びに行くので、まあ、航空券の、ね、発券手数料ぐらい、まあ、2万だか3万だったか、そんくらいの費用で行けるんですけど、普通に航空券を取ろうとするとね、もうバカ高いですね、今。なんか5、6年前に比べてだいぶ飛行機の値段が上がったんじゃないかなっていうね、錯覚をしてるんですけど。かしこまりました。本当に今飛行機代高いですね。よし、名古屋城を落とした。ここは2人とも あと城が1つなので、その1つの城を取って全員投与しましょう。さあ、では清洲城を攻めます。清洲城を取れば正則が完全に潰れますね。清洲城か。清洲城もでかいね。まあ、ここは包囲で78日。何、ちょっと待って、相馬が第2戦で敗れたね。今そういう展開だな。ちょっと確認します。うわ、相馬に奪われてるよ城。やめてほしいな。なんとか、そうだな、小高城は守ってあげたいよね。そうすると軍を出そう。17,000、忠友隊17,900か。ここはもうちょっと増やしてあげて確実に勝利を、間に合えばですけどね、間に合わない可能性もありますが、さあ掛川城攻めですね。さあ、個別婦人の前に自動婦人で、強行で87日か。罠があるって話だったよね。どこに罠があるか見極めが難しいな。ここまで時間が経ってると、もう各城みんな守りが固くなってますね。すごくすごく。報告いたします。さあ、家康との停戦が明けてしまうぞ、そろそろ。表情を始める。まずは、兼続でしょう。刑事。あ
とは本庄ぐらいしときますか。表情を終える。そろそろ軍事むちゃくちゃ溜まって、対面も溜まってるので、まあ、農業と商業あたりに次振っていきましょう。ゲッチ。さあ、気になる。相馬よ、相馬。相馬はどうしている？ただとも1万7000か。小高城には600しか軍がいないもんね。これを守ってあげないと相馬が潰れるな。これ以上家康に城を渡したくない。山内からの交渉。金10万。金10万か。喉から手が出るほど欲しいけど、ここは拒否しましょう。さあ、ウコンが攻めます。ウコン5万だからね。これはもうすんなり、強行で、一気に攻めよう、犬以上。立ちはだかるなら、打ち砕く。さあ、浜松城攻略です。浜松城を攻略した部隊で駿府へ進撃。行きます。進みます。これを撃破できれば終わりだな。今同時に攻めてるのが福島の清須、あとは堀尾の乾、山内の掛川、駿府と、まあ5個同時に城攻めしてる状態。いや4つだね。清須、乾、掛川、駿府と4つ同時に城攻めしてますね。待機します。お、乾以上落とした。早いな。負けられぬのでな。堀尾忠治1人か。そりゃ守りきれないわな。スケーモンを行きます。駿府に出すぐらいだったらスケモンも一旦騎乗させよう。だいぶ長い退陣になってますからね。で、代わりにウコンを駿府館へ出陣しよう。清須が落ちて、掛川が落ちて、駿府が落ちてという感じで進められればベストだね。で、こちらは津軽隊2万を一応今のところ退陣させてるね。撤収させよう。こちらが撤収するや否や、また家康軍が攻めてくる可能性あるからな。要注意だよ。秋田家。まあ秋田家はこのままにしましょう。他国から攻められる心配はないので。先月の終始です。ご命令を。いやまだ9月の収穫までだいぶ時間あるのに、兵糧が結構苦しいな。ありがとうございます。合戦が続いてるのでしょうがないといえばしょうがないですが、金11円ですね。今米を買ったら。ウコンの5万が効いてるよね。強行で49日だな。もう今全然ないからね。兵糧ができるだけ早く終わらせたいのに、一応交渉も行うっていうね。さあ降伏してもらおう。講和解除だ。はダメだったか。海上工作決まるとむちゃくちゃでかいからね。報告いたします。やばい、兵糧が本当にやばいぞ。ご命令を。兵糧切れで出陣できなくなるなんてちょっと考えたくない。
取引を行いましょう。一応相馬は攻められてないのを確認します。よし、清洲城取った。時間かかったね。正則をこれで配下に迎えましょう。いや、これ本当にでかいね。統率だけ見ても正則、重門、蟹に才三と、まあ優秀な武将が揃ってますね。正則の武勇は106、さすがだな。全員我が配下として迎えましょう。で、影勝はすぐに騎乗。さらに次の内政のターンで正則たちに感情を大量に送って裏切られないように気をつけましょう。よし、掛川を戻したね。赤子の手をひれるようなものよ。この後は義明も一度騎乗させましょう。兵糧がそれほどに逼迫している状態なので。長政、浅野壇上長政が死亡ですね。で、雪長が長政の後を継いだという状態です。浅野雪長は五奉行でしたよね、確か豊臣政権では。先月の終始です。五奉行、五大老、その間に三中老がいたともいないとも言われてるらしいんですが、この策はいかがでしょうか。お、赤備えとかやりたいな。長槍戦法も欲しいし、ここに来て一気に欲しいのが揃ったね。確認していきましょう。で、軍事対面は今むちゃくちゃあるんで、農業商業にしていきます。そうなるとやっぱ金継ぐだよね。いやー、ちょっと前田刑事物語といったものの、前田刑事しょぼすぎんだろ、いくらなんでも。表情を終える。さあ、まずは赤備え。赤備えの効果結構大きいですよね。部隊の射撃強化中、部隊移動速度上昇中、騎馬攻撃力上昇中なんで、これ結構大きいですよね。早速使いましょう。あとは長槍戦法か。対騎馬防御力上昇中、無兵装攻撃力上昇中。これもでかい、むちゃくちゃでかいな。ここに来て軍事系が一気に進んだのは、商業農業もバランスよくやりましょうっていう、まさにその恒例ですね。さあ、家康は動いていないね。そこだけ気になります。で、兵糧があと3万しかない。ちょっとでもいいので兵糧を買っておきましょう。ウコンの5万が動いているので、その分兵糧が大量に消費されてますね、今。では、正則に。というか、あれだな、忠誠が低いやつだよ。他みんな大丈夫なの？本当に？統率。いや、武勇で確認して、正則とか、完璧じゃん。ありがたいな。武将の再配置も行っていかなきゃいけないので、一旦委任を確認します。配属委任してるんでね。だいぶ城の数増えたからね、ここに来て。一気に。で、愛族先として駿府に、会津若松から結構な人数を入れておこう。で、あとは任せちゃえばいいと。今だと会津若松は、委任の対象になってないので、会津若松にいる部署は動けないという状態なので、会津若松にいる部署を一旦出しましょう。むちゃくちゃいるんでね。京極、福島、山内、堀尾と潰してきたんで、相当数いる彼らを一旦出しましょう。
で、あとは移民して彼らがうまい感じにやってくれればいいでしょう。で、山内最後の城駿府、ここがまだ落ちてないんだな。何？浅野幸長が挙兵？助太刀いたす。助太刀いたす。ちょっとどういう状況？我が領内に。いや、それは確認してるよ。浅野が攻めてくる。そういうこと？浅野ってだって潰しておかなかったっけ？マジか。違う、浅野は生きていた。松本城から上原城を経由し高遠城に攻め寄せてくる。そういうこと？やってくれるな。高遠城の防衛ができるのか。武将を入れるのが遅すぎたな。まあ、一応沼田対6700で戦場将兵が20000、厳しいな。間に合わないぞこれは。どうする？そうすると、いやー、やってくれた。ウコンを戻す？手を打とう。ウコンを出せばまあなんとかなるっちゃなるけど、まあここは高遠城を捨てて駿府城を先に取る。で、高遠城は後で取り返すっていう作戦で行くしかないね。いや、迂闊だったな。浅野が残っていたか。あるいは浅野の別の城に攻め込むか。ちょっと確認しますか。いやー、もうちょっと早く武将ちゃんと入れとけばよかったですね。残念だな。しょうがない。ここは高遠城を捨てるという覚悟をして、駿府城を先に攻略しましょう。強行でも26日かかるもんね。これを待ってたらおそらく高遠城は取られてしまう。けれども、高遠城を取っても、まあ、城は失いますけれども、それ以上にやっぱり、まあ、尾張から東海道一帯を取れたっていう方がはるかに得られるものが大きいので、まあ、一旦ここは山内を滅ぼして、浅野との決戦は次に持ち越しましょう。では、今回はね、キリがいいのでここまでにさせていただいて、次回、浅野、ここと戦いをしていきつつ、家康の動向も見守りたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。